最先端の産業分野では、日本の技術が世界に対して大きな優位性を築いてきました。しかし、近年の新興アジア諸国の追い上げは凄まじく、材料分野でのリードを奪われつつあるのが現状です。その課題に、しなやかでタフなポリマーという日本発信の新素材で挑むのが伊藤光三プログラムマネージャーです。タフポリマーというマスターブロンドで世界に広げていきたいというふうに考えています。しなやかでしかもタフなポリマー、そういうのを実現できる状況になってきてるんじゃないかと。産学の連携を促進し、世界の素材界を牽引する究極の新素材を開発、それが伊藤プログラムマネージャーの取り組むインパクトです。